はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。先ほど私10キロ走ってきました。これからウォークモードの方を解除していきたいと思います。というわけでですね、私毎週2回10キロジョギングをしているわけですが、まあそのジョギング終わるごとにですね、はい、ウォークモード解除ということをですね、動画にしております。というわけで早速ね、解除の方をしていこうと思います。では行きます。はい、解除。どうでしょうか。はい、倒したモンスター561匹、手に入れた心が28個ですね。はい、ちなみに1章2話を回っております。1章2話回りながらですね、はい、メタホイ匂い袋を焚いてですね、まあ、レベル上げをしながら、まあ、ジョギングをしておりました。ということで、まあ、メタルホイミンのね、心が、まあ、3つあります。で、まあ、1章2話なんですけれど、目的としてもう一つあるのがですね、レベル上げ以外の目的としてはなんですね、はい、スライムベスの心をね、もう手に入れるということですね。はい、今回は C が3つ、D が3つということで、まあね、ドラキーとスライムの心はやっぱり落ちやすいみたいですね。スライムベスとか、メタルホイミンよりは。まあまあ、とりあえずそんなところで、まあまあ、まずまずの結果かなと、はい、思います。というわけで次はですね、スカウトモンスター行きましょう。スカウトはですね、ちょっといまいちですね、メタルホイミンが、メタルホイミンの匂い袋を抱くとですね、スカウトモンスターよりメタル系モンスターをですね、優先してしまうので、まあ、ちょっと数はね、スカウトは少なくなるかなと思います。まあ、いずれも5000歩足ですね。そして銀の卵が1個だけ。はい。というわけで、まあ、今回は卵は割れないですかね。はい。月間アルクンデスミッションを、まあ、クリアしたみたいなので、ちょっとアルクンデス W を見ていきましょう。はい。9932歩ですね。はい。はい。月間ミッション、30万歩クリアをしました。したようです。はい。ジェムをいただきました。で、ということで、まあ、この後はですね、こっちか。はい。モンスター牧場の方に行きましょう。はい。訓練場の方が、マックスになってますね。で、あとは、はい。1万歩族のね、卵をですね、2つ入れておきました。キラーパンサーと、はい、ヘルコンドルか。はい。あと、いずれもね、もう少しで孵化するところでしたね。はい。で、訓練場の方はですね、もう、レベルがマックスになってますね。はい。5000歩族のね、モンスター置いておいたんですけれど、とりあえずレベル50まで、上限まで上がりました。はい。ちょっと見たところ、A とか S のですね、特殊効果が、ないようで、まぁ、ちょっとね、残念ですけれど、まぁ、仕方ないですね。ということで、ちょっとね、ここのモンスターを、訓練場のモンスター入れ替えていこうと思います。はい、訓練場のモンスターを入れ替えました。6匹全員ですね、水デーモンの方にしました。水デーモンはね、卵をですね、手に入れやすいんですよね。ということで、まぁ、結構、こいつの卵を割りまくっております。ということで、この後はですね、ちょっとボーナスダンジョンを、やっていこうかと思っております。というわけで、これですね。はい、ボーナスダンジョンの方をやっていこうと思います。こちらはですね、スロットマシンが3回引けるということになります。で、まあ今からね、この扉を開けて入っていくんですけれど、扉が開くときのですね、その、キラキラ光る演出があるとですね、大当たりがしやすくなったりします。はい、今回はその演出はないですね。光る演出はありませんでしたと。ということで、まあ、あんまりね、大当たりは期待できないのかなと思います。まあ、でも、とりあえずね、やっていきましょう。はい。というわけで、いきます。キラースロットマシンをね、3匹出てくるんですけど、まあ、それぞれある程度ダメージを与えると、はい。まあ、絵柄が出てくる形になります。はい。まあ、この時点でハズレですよね。はい。はい。あと2回チャンスがね、あります。まあ、今回はですね、スタートするときの扉のキラキラ光る演出がなかったので、あんまり大当たりは期待できないのかなと思います。はい、というわけで、行きましょう。どうでしょうか。ドルマブレスですね。はい。はい、ハズレですね。はい、ラスト。1回。
あ、ゴールドが2つ揃ってますね。はい、最後ね、惜しいと思ったんですけど、はい。結局揃わなかったですね。はい、ということで、まあ、今回は、3つとも外れでした。はい。獲得ゴールドが4万か。はい。17,500 の経験値でした。はい。というわけでですね、まあ、今回はボーナスダンジョンはもういまいちの結果でした。はい。というわけでですね、はい。毎週2回恒例の、はい、10キロジョギングからの、まあ、ウォークモード解除、そして、ボーナスダンジョンの方終わりました。はい、そんな感じで今回は終わろうと思います。ではまた、おつ。